おはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月16日月曜日4時20分で相場解説を開始させていただきます。週が変わりましたので週足から見ています。ご覧のようにね、週足一方的にずっと陽線ばっかりを出していたんですけども、初めて陰線で、確定しそうな1週間を今週は過ごすことになりました。青いでしょ、1個だけね、青いところちょっと印しておきましょうね。はい、こうです。ずっとね、陽線ばっかりできたんですけども、陰線がついに出てしまったということです。まあこういうふうに一方的にトレンドを作れば作るほど逆に向かっていく可能性は高まっていくんで、まあその時は来たかなってことですよね。ヘッド&ショルダーにはならなかったんですけども、結果的にはやっぱりこう下落が一旦起きたよってことですよね。でこれが継続的な下落になるのか、それとも一時的なもので、もしくは押し目となってね、これすらさらに円安の方向に触れて135円、140円というふうに向かっていくのかっていうのをこれから占っていくことになります。ちなみにですね、近々ですよ、まあ1ヶ月以内になると思います。2週間3週間後になりますけども、おそらくね2週間後になると思いますけども、FX のオリガルフという特別な FX のコースをコンデンツの方、これはねコンデンツだけではなくてコンサルもみっちりつけるやつです。でこちらの方を販売するようになります。かなり気合を入れてね、私がねこれから50歳になるんですよ。で50代10年間をどのように過ごすかってことを FX に込めて、提供するものになりますので、私自身もこの FX オリガルヒの中で鍛えていきたいと思います。もちろん FX も鍛えていくんですけども、どちらかというとね、自分のノウハウ、FX のテクニカルトレード、これをですねどれだけ正確に伝えていけるかっていう、伝える力に特化していきたいなと思うんですよ。で、私自身は自分自身を FX で勝たせることはもう十分できるというふうに思ってますけども、これを人に伝えるためにはどうすればいいのかなってことなんですよ。そのためには、まだ FX で自信がない方にどう自信を持たすか、何が良くなくて、どうすれば改善できるのか、勝てるようになるのか、これを正確に見抜いて正確に伝えていくってことに、この10年間ね、かけていきたいと思いますし、そのための最初の1年、これをですね、過ごすために、かなりね、気合を入れて、これまでの6年間をギューッと凝縮して、3ヶ月なり半年なりに、してですね、お送りしたいと思います。まあ、この FX オリガルヒコースっていうのは、まあ何度も言いますけど、かなり気合を入れてね、やりますんでね、自分を稼がせる以上に人を稼がせるっていうのは難しいわけなんですけども、でもそこに挑戦したろうかなと。俺ならできるはずだみたいにね思っております。はい、またね FX オリガルヒというシリーズご覧いただければと思いますけども、とりあえずは今日の解説に戻らせていただきます。はい、そしてこの週足なんですけども、さあここで新しい展開になるぞということはもうどなたの目でも明らかだと思います。なぜなら陽線がずっと陽線できたわけなんです。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9週間ずっと倍で勝てるわけだったんですよ。こんな夢の9週間、2ヶ月余りはなかなかないんじゃないかなと。ね、一時期は、こちらですよ。この辺で、ファンダメンタルが強いんで私はトレードができませんってことで2週間ほど見てるだけになりました。でもそっからはね、一方的にカチカチカチで、一晩で40万みたいな日もあったり、そこに便乗した方がね、いや私も30万、40万みたいな感じで声を上げてくださったりとかして、かなり盛り上がったんですけども、さあ、こっからですよ。こっから、一筋縄ではいかなくなります。また元通り難しい FX が始まりますからね。こういう時でも切り抜けられるように頑張っていかないといけません。次の、日足の方を見ていきます。はい、日足はですね、ご覧のように、こういう風に落ち着いちゃいましたね。うん。7つで1週間なんで、だいたいこの四角の中で2週間分なんですけども、そうは言っても先々週は、こっから始まって、やっぱね、買いで終わってるんですよ、陽線で。で、今回は陰線になっちゃってるんですよね、こういう風に。だから、こう、変わり目なんですよ。で、この変わり目が、さらなる、倍の方へ、円安の方に向かうのか、それともね、円安は終わって、今度はね、円高の方向に触れていくのかってことを判断しなければなりません。当然ですけども、これ、今日で判断できることではないですからね。で、私たちは1時間でやってますんで、1時間で利益を取ることができるのと、じゃあ、週単位、月単位で、どっちに向かうかってことは全く別で考えておかなくてはいけません。とりあえず先ほどの週足では右肩上がりは変わりません。この日足でも右肩上がりは変わりません。ね。この方向性だけは間違わないようにしていきましょう。大きな流れは右肩上がりです。
今わかるのはそのぐらいです。はい。じゃあ次4時間です。4時間はですね、これも右肩上がりなんですよ。右肩上がりなんですけども、しかしですね、前回もお話したように、レンジが発生してるんですよ、もう。横ばいに近くなってるんですよ。もっと大きな枠で言うとこうですよってことをお話しましたよね。だからこっからね、横ばいになってますから、一方的にバイを入れていきましょうってことにはなりません。慎重に見ていくところと、トレンドが発生したらここでエントリーしましょうみたいなことでね、また下3桁まで言いますから。下3桁、ここを超えたら行きましょうみたいな言いますからね。初心者の方はここから、中級者の方はここ、上級者はここって言いますからね。いつもの私の言い方ですよ。じゃあ1時間見ていきます。さあ1時間なんですけども、ついに1時間でも、これ、右肩下がりと言わなければなりません。緩やかに右肩下がりです。ね。この辺にあったチャートが、今はここでしょ？つまりは、下がってるわけですよ。全体的に見ても、このローソク足、青いところが目立つじゃないですか。ね。ですんで、こっからは、小さく見るとね、こっちのトレンドが発生してるんですよ。で、全体的には右肩上がりです。週足、日足、4時間。ね。でも1時間で私たちは勝負するわけですから、長く見れば買いでいいんですけども、この1日単位でね、1日10本の1時間足で勝負するわけですから、そう考えると、買いでいっていいのかなどうかなっていうところを見なくてはいけません。とりあえず私たちが意識するのは、ものすごく急激に陰線が発達したこちら、そのきっかけとなる点っていうのが、ここから始まってます。ですので、ここに力点を設定しますね。はい。金額にして130円の763ですけども、とりあえずね、129円の今、247ですから、この間はちょっと様子見の値動きにしておきましょう。この間ね。ですので、130円を回復してから、正確な解説はしていきますんで、それまではちょっとね、様子を見ていきましょう。ということで今日は解説終わりです。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけどもね、やっぱ週の頭なんで、焦ったことはしないようにしましょう。月曜日でエントリーするっていうのはなかなかないことです。月曜日はしっかりと先週の1週間がどういうふうに過ごせたのかっていうことを反省することと、その反省に基づいて今後見えてない1週間を予測していくわけですよ。軽く。その狭間でですね、月曜日っていうのはものすごく判断難しいんですよ。特に今回は新しい展開になるのか、今までの展開を引き継ぐのかってことを見なくてはいけません。当然今までの展開っていうのは陰線が出たことによって一回断ち切られたわけなんですよ。でも断ち切られた後に、やっぱり円安だよねっていうふうに動き出すのか、それとも円高に一時期触れるのか、全体的に見たらこれからね、円安に行くしかないわけですよ。介入でもない限りね、財政出動を大規模にしない限りは。しかし、何が起こるかわかりませんので、それを一週間単位で見ていく。そのための月曜日かなり重要だってことなんですよ。はい、じゃあ今日は以上ですね。とにかく今日はエントリーはないですけども、130円。っていう値をつけるまではしっかりと値動きを見ていきましょう。で今日はね、できれば1時間に1回とは言いませんけども、4時間に1回ぐらいはチャートを見た方がいいと思います。それによって4時間後はどのぐらい変化してるかなってことを軽く予測しながらね、その予測が合ってるのかどうか、その予測の根拠は何なのかってことをよく考える月曜日にしていただきたいと思います。はい、 FX オリガルヒでもこういう風に進めていきますんでね、よろしくお願いします。じゃあいってらっしゃい。